皆さんこんにちは、まとめタックスです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回の動画は Web 3.0 時代の VR メタバース SNS、フロイックスというね、プロジェクトの紹介です。エアドロップも開催中なんですけど、この新しい SNS は仮想通貨を稼げることはもちろんなんですけど、コンテンツを提供する側だけではなくてですね、そのコンテンツを見る側、読む側の人たちも、仮想通貨を稼ぐことができるというプロジェクトです。はい。で、プラットフォームももう出来上がってて、すでに利用できる状態の、プロジェクトなので、非常にこれからが楽しみなプロジェクトです。はい。そのあたりをね、ちょっと詳しい話をしていきたいと思うんですけど、その前に、いつもね、いいねをくださる方、チャンネル登録をしてくださった方、誠にありがとうございます。初めて来ていただいた方、ありがとうございます。まとめタックスでは仮想通貨やメタバースなどの最新情報をお届けしております。どうかこれからもね、まとめタックス YouTube の方をよろしくお願いします。それではね、早速、この、フロイックス、読み方がちょっと合ってるかどうか不安なところもあるんですけど、早速紹介していきたいと思います。はい。で、まずエアドロップなんですけど、テレグラムのボットで参加可能です。で、抽選で、1000人に、2000フロイックスをエアドロップしてくれるということで、まあ、まだ上場とかしてないので、どれぐらいの価値になるかわからないんですけど、結構大きめのね、エアドロップなので、下にリンクの方を貼っておきますので、ぜひご参加ください。で、そのエアドロップに参加してもらうことで、このフロイックスのね、アカウントも作成することが同時にできるというか、タスクの中にアカウントを作成してくださいというのがあるので、エアドロップに参加して、アカウントを作成していただければと思います。はい。よろしいですかね。はい。で、実際にどんなものかというのも、早速話していきますけど、フロイックス、はい、これです。はい。で、私のアカウントも作って、投稿も何度かしてみたんですけど、まあ、非常に使いやすい、使い慣れてる感じといいますかね。で、この、まず今、フロイックスっていうのが提供してるのは、ツイッターのようなね、簡単な短い文章の投稿できる、ポストという機能と、それから、ブログのような、これポストはこの簡単にここから短い文章でポストできるんですね。でブログのような、こうやって、はい、ここにタイトルを入れて、はい、写真つけて、あとはブログのように記事を書いていくという2つの、投稿が可能なんですね。はい、だから気軽に投稿するものと、ちょっと詳しく書いたものと2種類投稿していけますよと。はい、そういう機能を持ってます。はい、で、その、投稿とかね、この、まあ、ツイートと言っていいのかどうかわからないですけど、ポスト。はい、ポストとか、アーティクルって言って記事を書くことによって、それをいいねしてもらったりとか、いいねをしに行くことによって、コミッションというかね、報酬が発生すると。でポイントが貯まっていって、このフロイックスという、ね、仮想通貨に換金することができるという仕組みです。簡単に言うと。まあ、すごくシンプルですよね。ただ、これまでと違う部分というのは、やはり記事を書くことによって、何ですか、書く側が、まあ、お金をもらえるというのはこれまでもね、まあ広告などを貼るという形であったと思うんですけど、これは別に広告を貼り付けなくても、このプラットフォームから仮想通貨がまずもらえる。はい、それから見る側、はい、実際にこのアーティクルっていうところに行くとね、たくさんの投稿がされてます。はい、で、まあ、最初フォローとかしてなかったらね、はい、こうやって自由に検索してもらうことができるんですけど、はい、これはエルサルバドルの、ビットコインのことについて書いた記事ですね、多分ね。で、ここに出てくるのは、0.09 ポイント、はい、もらってますよということなんですね、すでにこの記事で。はい、でずっと行くと、ここに、
下の方にね、まあ、コメントするところとかもあるんですけど、ここに、これ、はい、こんな感じでね、チップというボタンがあるんですよ。はい、でこれをクリックすると、はいはい、これでね、サクセルする。これで今僕仮想通貨もらえたんですね。どうですかこの機能。簡単すぎやしませんかっていう感じなんですけど、今ので仮想通貨がもらえます。はい、ちょっと違うアーティクルも飛んでみますけど、はい、あのなんかこの方は日本人、あけど名前が中国っぽいけど日本が好きなのかな。はい、でまあこういういろんな記事を書いてて、じゃあちょっとこの記事を、あこれは記事どれだ、これか。はい、まあ、こういう記事を書いてて、あーこれ、あーもうやっちゃってるわしまった、はい、他のアーティクルに行きましょう。はい、これまあ僕が試しに投稿したものなんですけど、日本語で投稿したんですけど、はいね、日本語で投稿したにもかかわらず11人もライクをしてくれて、海外の方からコメントもいただいてます。はいほらね、こんな感じで、はい、Google トランスレーションを使って読んだよっていい記事だねみたいな感じでね、はい、でまだやっぱり利用者が少ないんで結構みんな構ってくれます。日本語で書こうが何しようがね。でいいねも押してもらって、で、まあ自分もいいねを押しに行く。このバナナを見てみようかな。じゃあバナナ、はい、はい、バナナ、ちょっと何を書いてるか置いといて、まあ、仮想通貨のことを書いてますね。仮想通貨のことを書いてる人がほとんどです。まあ仮想通貨のことですからね。はい、あスキャム、あシバ X スキャム、うん、あまあ、結構いろいろ書いてますね。すごいね。でここに、まあ、さっきと同じようにチップってあるんですけど、ここに何が書いてあるかというと、まず、チップをクリックすることで 0.01 ポイント、これはプラットフォーム、このフロイックスが 0.01 ポイント上げますよと。はい、でその 0.01 ポイントのうち 80% が ToMe なんで、チップをクリックした人、はい、で 20% がこの記事を書いた人に行きますよということです。大丈夫ですか。はい、まあ、そんな難しいことじゃないですよね。はい、だから 0.008 が自分に入ってくると、はい、でこれまたね、あ、You must wait 10 minutes と、あ、なるほど、10分に1回しかチップは上げれないんですね。はい、今初めて知りましたけど、じゃあ10分に1回、まあ、記事を探して、やっていけば、まあ、増えていくということですね、アーニングが。はい、で、これが実際にドアアーニング、稼いでるやつなんですけど、うわ、なんか知らん間に結構溜まってるなって感じですけど、はい、1ポイントになったら1ドル分ですよと。あー、なるほど、なるほど。はいはいはい、で、これあなたが書いた記事に対して 0.1 ポイントもらえてますよということですね。でこれはあなたがボートした、いいねをした、はい、2回ボートしてますよと。それで 0.016、 あ確かにね、 0.08 の2回分だからもらえてますよと、はい、という形で、仮想通貨が溜まっていくという仕組みです。すごく良くないですか。はい、あの書くだけで、まあ、もらえるのもありがたいんですけど、見る側に、インセンティブを与えてるというね。はい、でこれはあのこういう仕組みっていうのはこの、ね、Web3.0 時代どんどん増えていくと思います。はい、先月ですね、もう、先月、IDO をしたバーブっていうプロジェクトがあるんですけど、それもね、それは YouTube 版ブロックチェーンのプラットフォームなんですけど、 YouTube じゃない動画を配信する側はもちろんね、いいねを押してもらったら仮想通貨もらえるんですけど、それを見る側、見ることで、仮想通貨をもらうことが可能とい
いう仕組みを、持ってるプロジェクトです。でまだそれはプラットフォームがリリースされてない、実際にサービスインしてないんでまだ使えないんですけど、まだ使えるようになったらね、使い方とか紹介したいなと思います。はい。で、このフロイクスに関してはもう十分使える、はい、まだサーバーがちょっと重い時とかはありますけど、十分に使えるあのようにもうできてるんでね、はい、皆さんもね、ぜひ使ってみて、仮想通貨を稼いでみてはな、まあ、記事書けなくても、いいねをしていくだけでね、はい、もらえるんで、はい、私も、しばらくの間はね、ここに先出し記事を書いていこうと思います。この、フロイックスの、ね、投稿でエアドロップとかの先出し記事とかね、はい、を書いていこうかなと。じゃあ、こっちに投稿してる人が早く見れるんでね、それなりのメリットも出てくると思うんで、ちょっとしばらくは、そういう使い方をしてみようかなと思うので、先出し記事を読みたい方はぜひフロイックス参加して、私をフォローしてください。でフォローするときは、検索でね、このメタックスっていうのを検索してもらったらいいと思うんですけど、私のプロフィールのリンクをね、下に貼っときます。はい。ね、はい。なので、それで、見つけてもらってね、フォローしてもらったら、私もフォローバックするように、できる限り、忘れてる場合もある、追いつかない場合もあるんですけど、これもフォローバックしなきゃいけないんですけど、結構もう溜まっちゃっててですね。うわ、フォックスニュースさん、マジ？フォックスニュースさんがフォローしてくれてる。これ本物なんかな？本物かな、まあ、一応フォローしておこう。あ、フォックスニュースチャンネル、フォークリプト、あ、本物ですね。で、もうすぐ始めるよと。すげえ、フォックスニュースにフォローされた。はい。まあ、だからまだ利用者が少ないから、本当ね、こういうことが起こり得る。ツイッターじゃ無理じゃないですか。フォックスニュースが僕のアカウントフォローするなんて、まず見つけれないと思うし。でも、このフロイックスはまだ始まったばっかりで利用者が少ないんで、本当記事をね、何も書いてないのにこれだけですよ。これ書いただけでいいねされてお金もらえるっておかしいですけど、今はそういうね、早期参加者の特典みたいなもんですよ、アーリーアダプターのね、はい、で、あ、フロイックスさんからもね、ほら、2時間前に、この昨日のこれね、ライブ動画をちょっとここにただ URL は打ってあげただけなんですけど、サンキューフォーザビデオということでね、ウェルカムジャパンで、はい、フロイックスへようこそというメッセージ、わざわざ日本語にこれ翻訳してくれて投稿してくれてるんですね。はい、嬉しい限り。お、26もいいね、はい。まあそんな感じなんですよ。結構面白そうじゃないですか。はい、なんで、まあそんな感じでね、記事を投稿する側がお金稼ぐことできるし、いいねをする側も、チップという形でね、報酬を受け取ることができる。で、あとアーニングスって他にもあって、デイリータスクっていうのがあって、このね、アーニングスをクリックして、このデイリータスクをクリックするとここに表示されてます、はい、で、add 8 likes to other user article、はい、アーティクルっていうのは記事ですね。で、これたまにポストっていう時もあるんですけど、ポストの時はあのツイートの方です、はい、アーティクルは詳細記事なんで、じゃあこれでいいね、ライクをしてくださいねなんで、今まだ1回もやってないですよね。これを8回やると 0.05 ポイントもらえるということで、じゃあアーティクルを見に行って、まあちょっと見てなさそうな、これ、はい、イデオロギー、はい、でここで、はい、ここでライクをする、はい、ライク今1個しました。ついでにチップも払っとか、チップまだ10分経ってない、はい、で、今ライク1回しましたよね。でちょっと確認しに行きましょう。デイリータスク、はい、8分の1になりましたよね。でこれを他8記事ライクしていくと 0.05 ポイントもらえると。でこれが毎日こういうタスクが2個とか3個とか、今は1個ですけどね、表示されるんで、それで、まあ、仮想通貨を獲得することができる、はい、まあ、面白い仕組みですね、はい、まあ、そんな感じでこうちょこちょこ増やしていけると、はい、で、これはねやっぱり記事を書いた方が稼げるのは稼げると思います。
はい、でフォロワーが増えたらボーナスという形でね、はい、あなたの投稿を、プロモート、うん、1日間できる権利をねもらえますよとか、そういうボーナスもできます。でプロモートできるとたくさんの人が見てくれていいねとかねチップをもらえるから収入が増えるという仕組みですね、はい、まあ、そういうボーナスも獲得できますよと、はい、でまあ、こういう仕組みは今後、追加されていくと思うんですけど、今のところはその4種類の形で、仮想通貨を稼ぐことができると、はい、で、まあ、ここに、リファラルとかもありますけど、これはまだ実装されてない状態なんで、まあ、将来的にはこういうのからも収入が取れるんじゃないかなと思います、はい、まあまあ面白そうじゃありませんか、はい、で、まあこのまず、収入を得るためにはこのウォレットから、ウォレット設定する必要があります。あの自分のメタマスクとかトラストウォレットのアドレスを入力して設定しておく必要があります。で、ウィズドローなんですけど、ウィズドローは、2022年の第2四半期頃にローンチされますよということで、まだできないんですけど、まあ、それまでの間にね、ちょっとどれぐらい貯まるかね、いろいろやってみたら面白いんじゃないかなと、はい、結構ね、積極的に、このプロジェクトの人たちは頑張ってると思います。はい、私が投稿したらすぐ声かけてくれてるしね、はい、なので皆さんもぜひね、今までブログやったことない人とか、ね、ツイートあまりしたことない人もここだとまだ見てる人が少ないんで、何書いても、まあ、人見てないんで気にしなくていいんでね、やってみたらどうかなと思います、はい、で、まあ、ヒントとして、外人の人が多いんでね、すごい、まあ、そういう人たち向けに何か記事を投稿していけば、結構稼げるかもなと思ってます、はい、で、まあ、皆さんにねおすすめするのは、日本のことを紹介する記事をね英語で書いてフォロワーを獲得してね、でチップとかいいねをたくさんもらって、仮想通貨を稼ぐとか、はい、もしくは、こうエアドロップでね、たくさん参加してて管理が大変だっていう言葉はよく聞くんですよ、はい、でじゃあその管理を、ここの、もうこのねポストでここにメモ書きとして残していく、はい、でそこに、例えば英語の内容の、何ですか、英語の情報と日本語に訳した情報を記載してリファラルリンクも貼り付けとけば記録として残るじゃないですか。で記録として残る上にここに記事として残るんで、ね、チップもらえる可能性がまず一つある。でしかもリファラルリンクを踏んでもらえる可能性も一つあるということで、はい、面白そうじゃありませんか、はい、ね、だからそういう形で、まあ、利用してみてはどうかなと。で投稿するのもそんなに難しくはなくてですね、まあ、これ例えばでやってみようか、ね、これできない、はい、ね、ここでこれ、あ、これでいいか、はい、音、はい、これね知ってますかこれで、ね、これはね東京の水天宮っていうね、安産祈願とか子供の守護神がいるとしてね、古くから信仰されてる、神社ですね、はい、で今は、まあ、そのことをね、1650年ぐらいから、子どもの守護神とか安産の神として信仰されてる神が水天宮っていうところにあって、でこの写真は、子どもが生まれてくる時に、安産を祈願した、置物ですよと、
うん、フィギュアって書いてあるけどね、フィギュアって言うんだね、やっぱ英語に訳すと、いうことを今書きました。はい、で、あとは、ね、水天宮、これね、URL を入れたいときはこうやって URL、うん、で URL を入れて、ここに水天宮、社員ですね、神社は社員、社員って入れて、はい、だこれでリンク付きの文字が入るんですよ。はい、でこのリンクをクリックすると水天宮の英語の版のサイトに行きます。はい、でもね、多分こんな投稿だけでも、興味を持ってくれると思います。でこれ今書いたんで、じゃあこれをパブリッシュしますね。1000文字打たなあかん。なるほど、そうか。じゃあ、この水天宮の英語の紹介文を、はい、これであと500文字ね。で結構こういう情報ってね、英語で紹介して、日本のことを英語で紹介してくれてる、サイトって結構あるんで、まあ、そこからね、引っ張ってくるか、もしくは水天宮のサイトでね、水天宮のサイトで説明文とかあるじゃないですか、由来は何だとかね。でそういうのを、もう Google 翻訳でいいんで、まあちゃんと訳してくれるかどうかは分かんないですけど、これ水天宮がのホームページに書いてある、ね、水天宮の由来のことを今ここに入れました。 Google 翻訳してね、はい、でこれでパブリッシュ、あ、いったいった、はい、でこれで今ね、これ投稿できたわけですよ。でほらチップももらえる状態でしょ。はい、まあ、これでいいんで、はい、じゃあこれって、まあ、日本の文化ね、文化とか食べ物とか、まあ、近所の景色とかでもいいと思うんですけど、ペットのことでも、まあ、何でもいいと思います。つぶやいていけば、つぶやくというか記事を投稿していけば、まあ、結構リアクションがあるんじゃないかなと思います。はい、で、例えばじゃあもう一つはあれしましょうか。これね、そしたら、まあ、例えば、あ、これそうか、ブラウザが違うか。じゃあ、これで今のね、このエアドロップキャンペーンのこと、はい、で、このエアドロップキャンペーン、まあ、ちょっとこの画像を使いたいんで、画像をダウンロードさせてもらって、ここにバーって書いてあるじゃないですか。で、まあ、これ、英語の説明なんで、そのままコピーさせてもらって、で、ニューアーティクル、はい、これでね。で、まあ、今の、はい、コピーしたらこうなるんですね。で、ね、タイトルを何てするか、あ、タイトルここにあった、うん、でタイトルをこれで、はい、バイナンス NFT モンスタートレジャリーボックスギバーへで、フォト、今ダウンロードしたのを使いたいんで、どこ行った、あったあった、でこれで、はいはい、ね、で、あとは、リファラルリンクをコピーしてどっかに貼っつけると。で、まあ、リンクはもらえた方がいいんで、このあたりねの、ちょっと目立つところに、お、あら、これ途中で追加できないの、あ、これね、はい、このあたりにリンクを貼っとくと、はい、ね、でここはもう消して、はい、
で、多分あね、でこれでメモとして使用するなら、この英語の部分をね、まあ翻訳して、翻訳してさらに貼っとくと文字数の心配もなくなりますね。で、まあこれようやく今ダーッとそのまま貼り付けたんですっげー読みにくいと思うんですけど、まあもうちょっとね簡潔に整理した方がいいとは思うんですけどね。はい、まあ説明書きがあって、うん、で日本語を入れたから日本人の人が見た時用にもう一個じゃあリンク貼っとこうかなと感じですね。はい、これで、パブリッシュしとけば、はい、これで投稿できましたよと。そしたらこれで、まあ、メモとして記録として残しとけるじゃないですか。はいね、だからこんな感じで、利用できますよということです。はいね、でこれ自分が投稿したのはどこで見るんだろうね。まあ、その辺の UI はね、まだ使いにくいところはあると思うんですけど、改善されていくと思います。はい。ね。自分で投稿したの、あ、ここにあるわ。ね。ビューリンセントアーティクルス。うん。で、これで、さっき登録した。これまだまあ、ちょっともらえてないですね。いいねとかね。はい。まあ、けど、まあ、今みんな寝てる時間なんでね。うん。まあ、こんな感じで登録していけば、投稿していけばね、寝てる間にライクがもらえて、チップがもらえて、仮想通貨を稼ぐことができますよという感じのね、はい、プロジェクトです。はい、なので、まあ、ぜひね、ブログとかツイッターとかやったことない人も、ちょっとね、この新しいプラットフォームで、私もいいねしに行きますんで、皆さんのね、記事とか、はい。で、ポストは、いいねされても、デイリータスクには入ってますけど、チップはもらえないんで、書くならアーティクル、1000文字以上ですね、さっき書いてあった。はい。アーティクルに1000文字以上の記事を、さっきみたいな感じで投稿していけばいいと思います。はい。じゃあ私も、ね、チップをね、こう私に、はい、チップ、はい、これでまた一回ね、私にも入ったし、この書いた人にも入ったということで、でまた10分後、まあね、やればという。で、アプリも出てるんで、まあ、暇な時間を使って、コツコツとね、貯めておけば、上場した時にね、はい、それなりの収入になるかもわからないんで、まだこのフロイックスっていう、仮想通貨、まだ上場もしてないんで、これからと思うんでね、ぜひ、皆さんもね、使って、楽しんでもらえたらなと思います。はい。そんな感じで。はい。面白そうですよね。はい。まあ、そんな感じです。はい。なので、まあ、これから、まあ、まだ、Web2.0 とは言わないけど、メタバースのところまでは行ってないですけどね。この SNS の、機能とかをね、兼ね備えた、なんか VR メタバース、将来的にね、構築していく、こう、ビジョンがあるみたいなんで、まあ、そちらも非常に楽しみなんですけど、まあ、現時点でね、普段、見てる情報を見るだけで、ね、仮想通貨稼げるということで、ぜひ皆さんも利用してみてはいかがでしょうか。で、私の、秘密のつぶやきをね、ぜひフォローして、見に来てもらえれば、はい、私のアカウントのリンクも下に貼っておきます。はい、でもう一つは、もう手短に紹介しますけど、昨日の、ライブ動画でちょっと紹介したんですけど、トラストリクルートっていうプロジェクトがあって、はい、で、これもちょっと面白いなと思ってて、まあ、Web3.0 時代のね、これもプロジェクトだなと感じてるんですけど、でそれで昨日皆さんにも紹介させてもらったんですけど、これはね、簡単に説明すると、あなたの履歴書が、NFT になりますよと、はい、あなたの履歴書がね、はい、
で、NFT、あなたの履歴書を NFT のというデータにすることによって、ここでね、あなたの履歴書を見たい人、要は働いてくれる人を探している企業とかがね、あなたの履歴書見たいなと思ったら、見るためにお金を払わなきゃいけないという仕組みなんですよ。はい。で、まあ、そんなことって今までなかったじゃないですか。なんかね、面接に行こう、就職しようと思って面接に行くときに、当たり前のように無償でこっちが履歴書をわざわざ買って、写真まで貼り付けて、ね、企業側に渡してたわけ。自分の個人情報を。うん。で、要はそれって貴重なあなたの財産なんで、あなたの個人情報はあなたの財産なんで、それを無償で渡すなんてバカバカしいっていうね、はい、そういうこう考え方を持ってる。でも本当そうだと思います、はい、だから、まあ、人材派遣の会社とか、求人サイトとかね、ああいうところは私たちの個人情報を利用してお金を稼いでるわけですよ、うん。じゃあその情報って誰のものなのっていうと、私たちのものなんです、それぞれね、はい。じゃあその個人情報でお金が稼げるなら、その権利を私たちの手に取り戻そうっていうプロジェクトなんで、はい、日本にもぜひできてほしいんですけど、今はまあ英語だけですけどね、はい。まあ、そういうプロジェクトなんで非常に面白いし、そういう時代になってほしいなと、うん、一部のね、こうなんか私たちの情報を使って荒稼ぎする企業にね、利益が回るより自分に利益が返ってきた方がいいじゃないですか、はい。で、実際にまあこんな感じで、これは例だと思いますけど、履歴書が表示されてて 3.5 イーサ100万すげえ優秀な人ならそうかも。あ、まあけどこの人 UI デザイナーだから見る、100万払って見る価値があるのかもわかんないですね、はい。ね、まあそんな感じで、はい、履歴書を販売するというかね、履歴書データを見てもらったことによって収入を稼ぐことができる仕組みですよと、はい、いうまあ感じのプロジェクトです。なのでまあ非常にね面白いと思うんで、で、まあ英語のサイトなんで、私たちはじゃあ履歴書を作ってどうのこうのってすることはまだできない、はい、と思いますけど、まあ、海外で職探ししてる人はね、ぜひやってみてください。で、そうじゃなくて、まあ、ここが今、エアドロップを5000人対象、抽選で5000人に、1000TRT トークンというのをエアドロップしますっていうエアドロップイベントをやってるんで、それもリンクの方を貼っておくので、まあ、ぜひね、参加してもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで、今日はね、2件、まあ、特にこのフロイックスに関してはぜひ参加してフォローして、私をねフォローしていただいて、で、記事書いてください。私もどんどんチップをね、渡しに行くんで、ね、みんなでワイワイガヤガヤちょっとね、このフロイックス内の日本人コミュニティを盛り上げていければなと思ってますんで、ぜひぜひご参加いただけたらなと思います。はい、ということで、またね、このフロイックスも、先ほど、メッセージが来てね、もっといろんな資料を渡すから、ちゃんといろいろ紹介してねみたいな感じでメッセージが来たんで、そのあたりでね、新しい情報が入ればまた、皆さんにお届けしたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録をしてね、お待ちいただければと、はい、そしていいねの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあ、この、動画はこのあたりで終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。それではまた。